さあ高坂の登場です。相手はあのヒョードル、強豪であります。高坂ガード上げた方がいいですね。あ、そうですか。おお、右のストレート打っていった。これ切れた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 、ま、切れました。どっちがヒョードル、ヒョードル、ヒョードルが切りました。タイムタイム、あと止めましたね。今バッティングあったんですね。じゃあ打ってた時にタイムショット、タイムショット、頭と頭、パンチが当たりました。おっと、これはなんか嫌な予感ですね。今日結構あのパンチでカット多いですね、うん、ええ、バッティングかな。位置からするとパッティングっぽいですけどね。高坂の右のストレートはね、あの空を切ったと思うんですけど、その勢いで多分、あ、でもかすったら、かすったら切れやすいですね、うん、あるいはその勢いで頭が当たったか。これはストッカー、ストップですね。あーっとっと、ストップ、ゴングゴングゴング、すぐ鳴らさないと。ああ、アクシデントによります。高坂剛選手の勝ちでございます。うん、イージーラッキーですね。はい、いいですね。ヒョードルのちょっと力がね見られなかったのは残念ですけども、これもそうですね。この状態でやったらね危険なことになってしまいますからね。かなりパック空いてますからね。高坂選手は結局テクニカルノックアウトですね。これね、ドクターが止めたんですか。ドクターストップの TKO という形だと思います。